ランチアイズムは第一次世界大戦中にイタリアで開発された四輪走行車である。第一次世界大戦末期、オーストリア・ハンガリー帝国軍との戦闘に使われた他、後にはスペイン内戦でも使われ、一部は第二次世界大戦に入っても使用されていた。ランチアアイズトラックをベースに開発されたランチアイズムは当時としては先進的なデザインを持った走行車であった。 回転砲塔に2丁、車体後部に1丁の機銃を備え、後期の方はさらに砲塔上部にも機銃を装着、当時としては強力な火力を備えていた。第1次大戦中の戦訓により、車体前上部にはワイヤー切断用のレールが装着された。ランチア社により、1918年中に約120両が生産された。 第一次世界大戦中、ランチアイズムは、イタリアの戦域の地形上の問題から広くは、使われなかったが、少数が、北部山岳地でのオーストリア・ハンガリー軍との戦闘に、投入された。第一次世界大戦後、多数が、北アフリカに送られ、警備任務に就いた。また、アルバニアに送られたイズムは、5多年にわたって、同国唯一の総攻戦力となった。 一部のランチアイズムは、スペイン内戦時、イタリアの派遣軍によって使用されたが、この時期にはすでに旧式化が目立ち、満足な活動はできなかった。第二次世界大戦中後半になっても、ドイツ国防軍に接収された車両が、ユーゴスラビアでの警備任務等に使用されていた。ありがとうございます。